はい、どうも、しんやんでーす。アリスの精神裁判、続きからやっていきますね。前回の続き、なんだったっけ？裁判開始ってところで終わってたかな？チェシャ猫に会ったんだよね、確か。可愛かった、チェシャ猫。あ、またイカレ帽子屋さんと戦うっぽいね。反対側にいるね。赤の王様、被告人、前へ。赤の王様の声が響き渡る。神崎アリスさんですね。そうです。はい。これより被告人、神崎アリスの精神裁判を開廷します。あ、始まった。もうすぐ始まるのね。どうやって嘘を暴いていこうか。嘘じゃないか。真実を解き明かしていくかか。赤の王様が振り下ろす木槌の音が鳴り響く。ここで私が無罪だと立証できなければ、どんなことになるんだろう。処刑って怖いよね。ダメ、不安なことばかり考えてちゃ。しっかり説明できれば問題ないはず。大丈夫かな。シュヤン自信がない。イカレ帽子屋検事が進み出て話し始めた。ずっと出るね、この人は。さて被告人、神崎アリス、あなたは被害者の白ウサギとかねてより深い関わりがあった。ふんふん。そして被害者が死亡したと思われる16時10分から18時20分までのアリバイがない。よって白ウサギを殺害した可能性が極めて高い。以上の理由から今ここに被告人として立っています。ほんほん。よろしいかな。まあ、そこら辺はよろしいですね。不本意ですが、かわいい。今のじとめのアリスちゃんがかわいい。大変結構。16時10分から18時20分までの間、被告人アリス、君は一体どこにいた？教室で寝ていた。あ、待てよ、違うか。図書室にいたか。だよね。ちょっと待って、日にち開けちゃったから忘れちゃったな。図書室にいただよね。図書室にいました。証拠があったって言ってたもんね。ほう。私は図書委員です。ここに図書委員の日誌があります。授業後私は図書委員の仕事にちゃんと出ています。大丈夫、ちゃんと証明できる。なるほど、当日君は図書委員だったと。そうだよ。はい、図書委員日誌のこのページを見てください。昼休みと放課後、丸印がしてあります。これが、違う、これは私が授業後の16時以降放課後に図書室にいた証拠になります。どうですか、イカレ刑事屋さん。イカレ刑事屋じゃねえ。よし、これでもう私は犯人じゃなくなるはず。さて、この出席に丸がつけてあるもの、ほんほん、果たして本当に証拠になるのだろうか。どういうことだよ。は？君が後からつけた印かもしれないということだよ。すげえ疑ってくるんだけど。な、でもチェシャ猫ちゃんがそれは証明してくれるよね。おや、反論できるかい？バカなこと言わないでください。反論も何もちゃんとここにサインしているじゃないですか。君こそバカなことを言ってはいけない。殺人犯がアリバイ工作するなんて当たり前なんだよ。ふふ、いや、チェシャ猫がいるって大丈夫だって。やはりここは物で証明してもらおう。君が本当に放課後に図書委員として図書室に来たという証拠を。何？え、証拠？これかな？あれ？ちょっと待って。詳細確認。神崎アリスはいないね。待って待って。どれだっけ？どれだっけ？どっかにあるよね。これじゃないでしょ？じゃんじゃん。これが違うって言われたんだよね、今。5月14日木曜。あれ？ちょ、待って。あ、で、詳細確認。これ違うな。かわいい。あ、これじゃない証拠。違うかな。ちょっと待ってね。5月14日。あー、これだ。ログイン、ログアウトしてるから、これだってね。はい。ちょっと待って。これ、はい。合ってるよ。これは？図書の貸し出し履歴です。ふむ。このペラペラの1枚の紙が、どうやって君のアリバイを立証してくれるんだい？具体的な部分を示してもらおうか。これじゃない？ログイン ID だと思うんだよな、多分。違ったら恥ずかしいんだけど。OK。ログイン ID を見てください。生徒手帳に記載されている私の ID です。よかった。学校のパソコンは生徒手帳に記載されている ID と個人のパスワードがなければログインできないようになっています。この通り、私は事件当時、図書室のパソコンにログインしています。でもなんで記憶なくなってたんだろうな。アリスちゃんはアリスちゃんで後ろめたい何かがあるから、その記憶に障害が出たんじゃないのかな。何なんだろうね。よし、これで完璧なはず。ふむ、16時52分にログイン。なるほど。16時から16時52分の間までのおよそ1時間、一体どこで何をしていたのかな。ちょっとすごい根掘り葉掘り聞かれる。その時はもう図書室に来ていて、
委員の仕事をしていました。多分と続けてしまいそうになるのを慌てて飲み込んだ。あ、そっか、ここで嘘をついたんだ。ダメだ、勢いでここまで来てしまったけど、悪い方に誘導されていたのかもしれない。チェシャ猫にもっとちゃんと聞いておけばよかった。これじゃポケツを掘ったのと同じことに。え、チェシャ猫呼べないの、この裁判に。ここで一人検事側で証人をご招待したいのですが、赤の王よろしいですか。認めます、証人をここへ。証人？一体何を証言するというのだろう。え、眠りネズミってなんか新キャラ出てきたんだけど急に。証人、名前と所属を。はい、2年2組眠りネズミと言います。結構、眠りネズミくん、君は事件当時どこにいたのかな。図書室です。図書室。なるほどなるほど。さて、なんとなく予想はつくかな。いなかったのか、その1時間の間は。ええ、嫌な予感に冷や汗が浮かぶ。眠りネズミ少年、図書室であなたが見たことを話してもらおうか。はい。収録時頃に修例が終わってすぐ図書室に来て、カウンターで本の返却手続きをしてもらいました。ほんほん。その時カウンターにいた図書委員は一人でした。そして1時間ほど勉強のために図書室で過ごして、また本を借りるためにカウンターへ行きました。その時も図書委員は一人でした。おっと、ちょっと。ふむふむ、確かに一人だったと。はい、一人でした。図書当番は二人でやっていることが多いので、今日は一人なんだなと思ったので間違いありません。アリスちゃん嘘ついてんの？さて、眠りネズミ少年、あなたがカウンターで見た図書委員というのは、この長い髪の学生だったかな。これチェシャ猫なんでしょ、きっと。え、どうなの。ああ、チェシャ猫だ。え、アリスちゃん何じゃ。いいえ、もっと髪の短い人でした。ちょっと待ってください。そんなの、少し席を外しただけ。え、かもしれないじゃないですか。え、どういうことだ。私は反論したが、自分の言うことに確信が持てず、発言をしりすぼみになった。え、これ読み方合ってる。何せ私にはその時の記憶がないのだ。証人、被告人の発言についてはいかがかな。僕が勉強をしていた机はカウンターの近くでした。勉強に集中していたので、ずっとカウンターに注意していたわけではありませんが、それでも顔を上げた時にカウンターに委員が二人いたということはありませんでした。嘘ついてんね、アリスちゃん。赤の王様に誓って。はい、赤の王様に誓って。眠りネズミに嘘をついている様子はない。私は図書室で委員の仕事をしていたんじゃなかったのか。チェシャ猫が嘘をついている。私を騙した。さて、被告人アリス君、君が図書委員で授業後図書室に訪れたのは認めよう。ほんほん。ただし16時から17時の間、どこで何をしていたのか証明できなければ、君は判決を待たずして処刑されることになるだろうね。すごい煽られる。さて、もう一度問おう。君は16時から16時52分までの間、一体どこにいたのかな。決定的な証拠が提示できない。ここから逃げることはできない。もうダメじゃん、クライマックス入ってるよ。もう処刑まで秒読みかと身を縮ませた。チェシャ猫ちゃん呼ぶしかないって。がガタッという音がして、私は頭を上げた。お、生きてたのね。視線の先には手を上げて起立しているチェシャ猫の姿があった。傍聴に何か。喋れないんだっけ、筆談しかできないね。被告人神崎アリスの弁護を。喋ったけど。へっ。会場にどよめきが走る。私は驚いて固まってしまった。え、チェシャ猫が私の弁護。味方なんだね、アリスちゃんの。じゃ、誰かが嘘をついてるのか。眠りネズミが嘘ついてる。おや、新しい弁護士か。これは面白くなってきたね。チェシャ猫。赤の王、いかがでしょうか。赤の王様は一瞬考えた様子だが、私に向かって尋ねた。え、被告人アリス、あなたはこの者の弁護を求めますか。もちろん。お、助かったと思ったが、一瞬ハートの女王様の仲違いという言葉が頭をよぎった。
果たして私はチェシャ猫に弁護を頼むべきなんだろうか。本当の友達かもわからないのに。そういえば喧嘩したって言ってたね、赤の女王様だっけ。もしかしたらチェシャ猫は嘘をついているかもしれないのに。何も知らない私はむやみに人に助けを求めて大丈夫なのだろうか。チェシャ猫っていう存在をこういう風に表現してくるんだね。なんか微妙に近しいものがあってうまいかも。私はチェシャ猫に、いやもう頼むしかないよね。ここまで来てね、チェシャ猫に弁護をお願いしたいです。一人だった私にチェシャ猫は手を差し伸べてくれた。まだわからないことだらけだけど、私はチェシャ猫を信じたい。わかりました、そこの者、所属と名前を。2年1組チェシャ猫筆談だった。よろしい、チェシャ猫は被告人神崎アリスの弁護をすることを認めます。よっしゃ、ここからまた話が進むね。あ、チェシャ猫ちゃんが真ん中いる。チェシャ猫は弁護人として法廷に立った。喋らない弁護人ってのもなかなかだね。では弁護人チェシャ猫、あなたは被告人アリスが16時10分から17時まで犯行が不可能だったとは、どう証言をするおつもりかな。神々、私はすがる思いでチェシャ猫を見た。お願い。アリスは私と図書室にいました。あれ、眠りネズミと言ってることが違うね。それだけかな。残念だけど被告人の親族や親しい人物の証言はあまり信用されないのだよ。弁護人チェシャ猫くん、被告人をかばっている可能性があるからね。調査済みだよ、君と被告人アリスくんは親しかったようだ。その通りだ。そんな証言だけではこのねちっこいイカれた帽子屋検事を私は、無事やつ、あ、違う、無罪扱いにはしないだろう。すんごい口悪い。チェシャ猫はそこで私に手を差し出した。え？あ？いきなり手を差し出されて戸惑っていると、さらに私の持ち物を指さす。え？図書委員当番表？え？どういうこと？チェシャ猫はうなずき、私から図書委員日誌を受け取った。5月14日の担当欄を開き、そこのコメントを指差し付け加えた。え？この日の授業後、何者かによって本棚の並び順がめちゃくちゃにされました。アリスはそれを直してくれていたんです。そうなの？チェシャ猫の指さしたコメント欄には、いたずらがありましたが解決済みですと書かれていた。おう、ふむ。なるほど。つまり被告人アリス君は本棚の整理をしていて、カウンターにはいなかったと。あ、じゃあ眠りネズミ自体は嘘はついてるわけじゃなかったのか。たまたまの偶然だね。だから商人の眠りネズミ君はアリス被告人をタイミング悪く見ていなかった、そう言いたいのかな。そうです、途中で私とカウンターを交代しました。それが16時52分です。なるほど。しかしいたずらされたという事実を証明するものは。またそれを探しに行けってこと？唐突にいたずらと言われてもね、偽証という可能性だって十分にあるんだ。チェシャ猫黙っちゃったよ。そんなの一体どうやって証明しろっていうの？ないのかな、被告人神崎アリス。それはダメじゃん。事件当時いたずらがあったと証明できないよね。前回もこんな感じだったよね。証明できないで正直に言ってみようか。無理に決まってるじゃない。そんなことを証明できる証拠なんか何もない。ません。おやおや、なら仕方がないな。せっかくの弁護だが、被告人の疑いは晴れないままだ。そんな。じゃ、また調査行くんでしょ、きっと。チェシャ猫がせっかく助けてくれたのに。でも、このまま犯人にされるなんて、絶対納得いかない。証拠は、あります。本当に？え、イカレ帽子屋検事の好き勝手にはさせない。おお、ならその証拠を提示してもらおうか。証拠はないよね。証拠なんて。でもこのままじゃ私は犯人扱いのまま。何か。え、ちょ、何？え、なくない？証拠なんて。どれよ。アイテム？これ違うよね。図書院当番表は？は絶対違う。え、証拠？何？このカラスそういえば何？ゴアの真っ黒な鳥が描かれているカラスだろうか。どういうこと？蒸気のものはないって。え、
どれよ。どれ。ちょっと考えさせて。はい。わかんない。何これかな。唯一これだけ意味がわかんないんだよね。ちょっと試しにこれ提示してみる。でもこれがいたずらの証拠になるのかな。えい、どうにでもなれ。いいの。私は半分やけくそになって証拠品を突きつけた。え、そんなやけくそでいいの？これです。いや、絶対違うよね。これは？しおり？ダメだった。やっぱダメだった。先ほど図書室で本と本の間に挟まれているのを見つけました。そうだね。あれ？これだってた？紙面には5羽のカラスの絵が描かれています。これが証拠に。え？ダメだった？何？合ってた？なりませんか？やっぱり。え？なんで黙り込むの？え？証拠になったの？ちょっとなんか言ってよ。なりませんよね。いえ、つい出来心で、その、もっとよく考え。ははは、気に笑い出したよ。へえ、かわいい、手広げてかわいい。突然、イカレ帽子屋ケンジが笑い出した。あやはや、愉快。いきなり笑い出されても何が何だかさっぱりわからない。私が助けを求めて、チェシャネコを見ると。え、なんなの？なんとも微妙な顔をしていた。え、一体何が？ひとしきり笑った帽子屋は涙を拭きながら言った。大爆笑してるじゃん。めっちゃ涙出てるけど。君は何も分かりもせずにその素敵なしおりを証拠として提示したのかい？そうです。そんなわけないじゃないですか。え、なんか分かってんの？うーん、ならこのメモの意味が分かるのかい？へえ、分かんないよね。さあ答えてごらんよ。これは何なんだい？知らないよ。このメモの意味は、嘘でしょ。いたずら犯の忘れ物。いたずら犯の犯行予告。いたずら犯のダジャレ。イカレ帽子屋のメモ。どれだ？忘れ物か？忘れ物だったらさ。え？ダジャレ？ダジャレか？なんか書いてあったよね。カラス5羽に、なんか様って書いてあるね。っていう意味だろ。なんかしらの意味があるのかな。ダジャレかな？予告？なんかダジャレか予告だよね、きっと。ちょ、見たいんだけど。見れなくなっちゃった。あ、ちょ、だる、ごめん。はい、ごめんなさい。ここ開いちゃった。どれだ？忘れ物、予告、ダジャレ。予告で言ってみる。まあ、何回か外しても精神力残ってるしね。え？やっぱりね、分かってないじゃないか。違った。分かんないもん。忘れ物か？忘れ物に、やっぱダジャレじゃない？どう？当たってた。どういうこと？おや、分かっていたのか。怪しいな。え？まあいい、なるほど。いたずらがあったと考えて良さそうだ。ダジャレってどういうことなの？チェシャネコもうなずく。いたずらの犯人のダジャレだね、これは。ダジャレ？どういうこと？意味がわかんない。さて、英語の授業だ。神崎アリス君。カラスを英語で言うと？わかんねえ、俺も。ああ、チキンじゃないだろう。スワン、イーグル、クローか。クロー。英語の勉強はしっかりやっているみたいだね。関心関心、見ればわかるよ。正解したのにバカにされてる気がする。私はチェシャ猫を見た。チェシャ猫は5羽のカラスの下にこう書いたものをアリスに見せた。5羽のカラス様、5、ああ、なるほど。いや、そんなトンチ聞いた。いや、わかんないし、そこまでは。絵本の順番をめちゃくちゃにされた。後処理をした私とチェシャ猫への皮肉だったのだ。腹立つわ。わざわざご苦労様と。いや、笑った笑った。すごいね、イカレ帽子屋さん。よく気づいたね、そんな短時間で。まあ、このしおりも共犯で仕込んだものと考えられなくもない証拠というほど、力のあるものではないだろう。が、被告人と弁護人の顔を見るに、どうやら仕込みではなさそうだ。当たり前です。まったく、誰がこんなことを。いたずらっ子がいるんだね。眠りネズミ怪しくない？愉快愉快、こんなに愉快な気持ちになったのは狂ったお茶会以来だな。お茶会、いいね、お茶会。紅茶は飲めないけどな。いや、しっけ、なんでもない。ここらで被告人をいじめるのはやめておこうか。その素敵なメッセージに免じてね。と、助かった？マジか。はあ、それでは赤の王よ、私はもうすっかり満足してしまったよ。王の判決を。そんな理由で判決にしてしまっていいのだろうか。さすがに赤の王様に怒られるんじゃないかな。そう思って赤の王様を見上げると、あ、よろしい。意外と受けてたのね。今絶対赤の王様笑ってたな。被告人神崎アリスの判決を言い渡します。無罪です。助かった。
じゃあ次の犯人見つけなきゃいけないってことか。え、面白いね。被告人がどんどん変わっていくんだろうね、きっと。その言葉を聞いた瞬間、どっと疲れて崩れ落ちるかと思ったところでチシャネコに支えられた。ありがとう。へらりと私が笑うと、チシャネコはニコリと笑い返してくれた。頑張ったねというように、かわいい。さて、これでこの精神裁判が終わるか続くか、君次第だよ、神崎アリス。え？エカレボーシア検事がにやりと笑う。一体どういうことか、と思ったが、私は疲れからか、安堵からか、そのまま視界が真っ暗になってしまった。あれ、気絶しちゃった？ダメだ。まだ、こんなところで、終わっちゃダメだ。え？どういうこと？まだ何かを突き詰めようとしてるの？え？そこはどうやら、保健室のようだった。白衣を着た優しそうな女性が、パイプ椅子に座っている。その前には、女の子がいた。小学3から4年くらいだろうか。白衣の女性が優しく女の子に問いかける。何か知っていることがあれば話してほしいの。何かないかな。わかりません。え？あなたはあの子が、を外しているのを見たことある？何度もあります。そう。例えば肌に変な傷とか青くなってたり赤くなっていたり、そういうところはあったかしら。え？虐待？ありませんでした。それならよかった。あの子はあなたに相談とかしていないかな。相談されたことはないです。一緒にいると楽しいからよく遊んでるだけです。もし何かあったら先生に相談します。アリスちゃんかな。金髪だよね。ってことは前回出た黒髪はチシャネコか。そうそうね。ごめんなさいね、いろいろ質問しちゃって。先生、私公園で約束してるから、そろそろ行ってもいいですか？ええ、いいですよ。遅くなる前に家に帰るんですよ。はい、先生、さようなら。え、誰の記憶？アリスちゃんかな？でも前回は黒髪の子だったよね。いろんな記憶が混濁してる。女の子からは白衣の女性への、大人への拒絶を感じる。うん、あの子はもしかして、何何？暗いんだけど。ダークだね。あれ、教室に戻ってきたの？精神裁判が始まる前の時と同じように、自分の席でうつ伏せになった状態から目を覚ました。え？繰り返してる？お、チェシャ猫。教団にチェシャ猫がいる。やっぱり目覚めたんだね。起こしてくれてよかったのに、寝顔なんて恥ずかしいじゃない。慌ててよだれが垂れていないか確認した。大丈夫だったみたい。あなたが目覚めるかどうかは私が決めることではないから。何？私はその言葉に引っかかったが、何のことか聞く前にチェシャ猫は続けた。精神世界の話を続けてるってこと？アリスは無実を証明して判決を勝ち取った。本当に良かった。そうだ、いろいろとあったが、私は白ウサギを殺していない。それを証明できた。これで犯人扱いじゃなくなったんだ。無罪なんだ。ううん、私が無罪を勝ち取ったんじゃないよ。全部、チェシャ猫のおかげ。チェシャ猫がいてくれなかったら私、処刑されていたかもしれないもの。これで私は無実なんだよね。ありがとう、チェシャ猫。え？まだダメ。あれ、てっきり一緒にもっと喜んでもらえると思ったのだが、チェシャ猫は真剣な顔をして私を見つめてきた。チェシャ猫？本当に？何？え？本当にアリスは、白ウサギを殺してない？ね、どういうことなの？何？アリスじゃ何なの？やっぱおかしいのか。記憶喪失って意味わかんないもんね。まあいいか、とりあえず。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。え？わかんないね。怖いね。それではシアンでした。またね。